法冠寺は、京都市東山区にある臨済州県仁寺派の寺院。清水寺の近隣に位置する。街中にそびえ立つ五十棟は、通称、八坂の塔と呼ばれ、周辺のランドマークとなっている。境内は狭く、塔以外に目立った建築物がないことから、八坂の塔は、寺自体を指す通称ともなっている。古写真に見える五十棟伝承によれば五十棟は、ス春天皇五年に、 聖徳大子が女意林、観音の無国により建てたとされ、その採掘斜里を3粒収めて、奉還時と号したという。聖徳大子会帰説は、山城州東山奉還、全寺仏斜里陶器に見られ、近世の地史類はこれを踏襲している。創建時の仮覧は4天皇寺式仮覧配置、または法流寺式仮覧配置だったと考えられている。 聖徳太子総研の伝承は信憑性に疑いがあるものの、平安系銭と以前から存在した古い寺院である。ことは確かとされており、朝鮮半島系の都来氏族、八坂氏の氏寺として創建されたという見方が有力である。境内から出土する河原の様式から、創建は7世紀に遡ると見られる。現存する五十頭は15世紀の再建であるが、 創建寺の塔跡に建てられており、古代寺院に特有の地下式の真相が残っている。寺号は当初は、八坂寺と称され、八坂寺の文献上の所見は、俗日本語記、上は四年上である。演儀式には、大前職から裏本供養領を給される七字の一として八坂寺の名がある。五十塔は、平安時代末期の自称三年に清水寺と、 義文社との争いに巻き込まれて消失したが、研究二年に、源頼朝の援助により再建された。その後、昭和四年に落雷で消失し、延京二年に、後宇座天皇の援助で再建。現在の塔は、影京八年の消失後、同十二年に、将軍、足利義則の援助により再建されたものである。その間、民事元年に、 県仁寺発生の聖王将旧が入寺して中興し、臨在州県仁寺派に属する禅寺となる。さらに、略王元年より、武装祖籍の勧めによって、足利高氏が、全国に安国寺、理商堂を建てたが、どの理商堂としてはこの塔を当て仏車里を奉納した。戦国時代には、地方から上落した大名が、当時に縄文入りの旗を掲げることによって、誰が、 新しい支配者、天下人になったかを聖人に知らせたという。また、大島光義吉が、豊臣秀人の命でこの塔の窓に矢を十本いこんで、見せたという。八坂上町の町並みと五十塔五十塔内部八坂の塔は内部に入ることができる上に、塔の二層目まで一般人が普段から配管で、登ることができる日本唯一の重要文化財指定の五十塔で、ある。ただし、 公開は不定期であり、10時15時という公開時間も、天候や寺院関係者の都合等により早く閉鎖されることもある。シーズン中の週末に公開日は集中するが、シーズン中の週末でも悪天候時は休むことが多く、好天の週末に休むこともあり、必ず内部を拝観できる日は存在しない。稀に平日に開いていることもある。そのため、 確実に配管したい場合は事前に電話等で確認が必要。塔の内部に入ると仏像、壁画や礎石、新柱を見ることができる。急な階段を2層目まで登ると窓越しに街並みを展望できる。しかし、横を通る八坂通りから境内が見渡せることもあり、有料配管者はそれほど多くない。また、塔内の階段が急で危険なため、 中学生未満の配管はできない。悪天候時に配管を休むのも濡れた靴では階段でスリップする可能性が高まることも一因である。古い写真を見ると最上層に金網が張っており配管者が最上層まで登れたことがわかる。ありがとうございます。